ピンク色の謎の像、めちゃくちゃ強い竜です。さあ本日なんですが、新しいパックで追加されました炎王獣ガレーシャを使ってね、新しい炎王デッキ組んできたんでご紹介していきたいと思います。めちゃくちゃ強いですこいつめっちゃ強い。生放送をねご覧いただいた方だったら分かると思うんですけど、こいつめっちゃ強いですよね。効果説明しますね。1、2の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できないっていう、ちょっとあの読むのめんどくせえっていうぐらい長いんですけども、このカードがフィールドに存在してモンスターの効果が発動すると、その発動を無効にして、こいつ自身の、以外の自分の手札フィールドの炎属性のモンスター1体を選んで破壊すると。要は、コストに、炎属性モンスター要求するんですけれども、効果無効にできる、モンスターの効果無効にできるっていうめちゃくちゃ強い効果持ってるんですよ。モンスター効果無効ってやっぱめっちゃ強いからさ。で、2番はこのカードが、破壊されて墓地を送られると、ガネーシャ以外の自分の墓地の炎属性、獣属、獣人属、鳥獣属、どれか一体を、特殊召喚できますよ。で、特殊召喚したモンスターが効果無効化されているんだけれども、エンドフェーズに破壊されますよっていう効果持ってるんですよ。で、何したいかっていうと、もうね、ガネーシャで、要は、破壊するカード、炎属性は何でもいいんですけども、ガルドニクスとか、ネフテス、この辺を破壊して相手の効果を無効にしながら次のターンにガルドニクスで相手のターンブッパするとか、相手の魔法トラップをブッパするとかね、まあ、要するにブラックホール と、大嵐ですよ。この、モンスターたちをこれで破壊していくっていう、そういうギミックがありますね。これめっちゃ強い。これモンスター効果無効を単純に先行でポンって出せるっていうのはさすがに強いでしょ。三隅安定間違いなく強いで、これバーディングラックラベイル、こいつめっちゃ強い。またこれ新しいねパックで実装されたカードなんですけども、次世代のカイトロイドです。次世代のカイトロイド、戦闘ダメージ受けると手札から特殊召喚して受けた、ダメージの、数字分だけライフを回復するっていう、まあ、要はスキルを発動させることができつつ、ライフ回復してなかったことができるっていうめちゃくちゃやべえ効果持ってるんですよ。これが一番のアトリと言われてるんですけども、今回のパック、これを3詰めしまして、でしかもこいつ炎属性ですから、まあ、最悪ねガネーシャのコストにもできるということで、まあ、これなかなかの強さで、ディスティニードローにしてスキルをね、だから相手の攻撃を受けながら、受け流していくっていうベールで、でもちろん4出てきますから、まあ、もちろんランク4っていうのもねできますし、シンプルにね防御が何もなってくれるということで、これねサイバーの攻撃とかね止めれるんですよ。めっちゃ強いですこいつ。こいつ3積み安定で、ギミックがもうなんかかなり特化してて、ガルドニックスとネフティスをガネーシャで破壊したりとか耐久してキーパーツ引いてくるっていうデッキですね。で、狡猾を脳死で2枚積むっていう。で、このデッキの弱点、話しておくと、ネクロバレーネクロバレーめっちゃ辛いです。ネクロバレーは本当ダイヤウルフでなんとかするしかない。ネクロバレーめっちゃ流行ったら、まあ、ここコズミックサイクルにするとかね、いうことが必要になってくるかなと思います。ネクロバレー、それからあれ陰が切断、陰切もまあ辛いんですよね。だから陰切のためになんかその炎王、炎環とか、それからまあコズミックサイクロンとか、まあ、入れたいなというふうに思ってるんだけども、今のところはないんですけど、これ環境によってねこの辺のカード変えてほしいなと思います。そういうのが増えてきたら、まあ、クリボールとかシルバーじゃないんで、クリボールとかの狡猾とかの枠を、まあ、コズミックサイクロンとかね清掃とかそっちの方にした方がいいのかなみたいなことは思っています。いったところ早速この謎の像の強さ見せていきましょう。デュエルスタンバイ。ネクロバレーやめてバレーはやめて、バレーマジでやめて、脳死バレーマジでやめて。あー、これガレーシャ召喚、これ脳死ガレーシャ召喚。これさ、こいつ女なのか男なのかどっちかわかんないよね。こいつ女性かな、まあ、色的には女性なんだけどちょっとわかんないんだよねこれ。どっちか、とりあえずなんか鳥なのかどうなのかちょっとよくわかんない見た目してるけどね。ベストローリー、ベストローリー、オーケー、ベストローリー、おう無効、もちろんその効果は無効、モンスター効果は無効、おうめぐる、まあまあまあでもめぐるしかないいいだろう、いいのかな、そんな落としで。エスパシアスの効果は無効にし、もちろんガネーシャの効果でガルドニクスを破壊するぜ。さあ出てこれないぜお前のモンスターは。さあこれでガルドニクスが特殊召喚されるがいいか。おっとチャリオット強え、それは強えな。の場合は守備にするしかなくて、もう一回ガネーシャでいいのか、
でウェスパシアス出てくるんだったらウェスパシアス効果をガルドニスに行こう。こうしてさあガネーシャ2連打バトル行けガネーシャ。破壊されるとちなみにお猛進する。いいのかガネーシャが飛んでくるぞ。ガネーシャの効果によってガネーシャじゃないやガルドニクスが飛んでくるぞ。墓地のガルドニクスをこいつも特殊召喚したら強いか。いや枠上がらなくなるから嫌だな。やめよう。ガルドニクス特殊召喚さあいけガルドニクス。さあウェスパシアスの効果を使え。ウェスパシアスの効果もちろんガネーシャで向こう。さあもちろん向こう。そして手札のガルドニクスを破壊していく。うわあすげえやばいバカ強い。ちょっと待って、あこれこれあれか、これは出さなくてもいいわ。でガルドニクスは特殊召喚しておきましょうか。でもうこれいらねえや。で破壊されてガネーシャ効果でさあガルドニクス。ガルドニクス強え。今あれだね、役者ダッシュでよかったね。一応だったらまあちょっとコスト確保できるけど一応手札に置いときます。よし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 まだいいや。強い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 。あー強い最強だ。いけガルドニクス。これはもう役者特殊召喚でしょう。さあ役者を特殊召喚していく。伏せ除去するか。伏せ除去あるぞ。いやでも殴ったら勝てるんじゃないか普通に。これで俺波紋とかだったらビビるけどな。バトルいけ。はい対戦ありがとうございました。ガネーシャくっそ強い。隕石をやってるとかなりやばい。あのガルドニクスループ入ったところでの隕石はマジでやばい。やってるぞ。あーなるほど。これ脳死ガネーシャ、多分これ正眼っぽい感じするんだよな。だから剣士の効果を、無効にしながらネフテスを破壊するっていうムーブをすればいいんじゃないですかね。多分ガネーシャって10キロですよね。あ10キロですかこの人。強すぎますね。じゃあ木が強いわ。木が強い。あと属性が強い定期。属性が強い定期。弱点があるから最強にはならないんだけど、ここ最近のできてしまう面白い。確かにね。まあこれだけなんですけどね、今回のパックの実装とかね。太鼓か。太鼓の効果ってガネーシャで無効にできるよな。ドロー強すぎ。召喚バトルフェーズ入る。まあシンプルにどっちかなる。こっちかなるみたいな。はい。あオッケー。あダメしてあるんですね多分ね。なんだろうな、ダメしてあるのか。あーめぐる？あれ？今なんかくるってなった時になんか あのありましたよね。なんかしらのチェーンがね。え表になってこれだって無効にすればいいんでしょ。無効じゃんガネーシャで。強すぎるんですけどこれ後ろ破壊の方が強そうだな。これはちょっとネフティスからいきます。ネフティスからいきます。ネフティスの方が強そう。聖眼相手にはこれだってもう聖眼なんかもうガネーシャで潰せずない。これ俺次だって俺ネフティスで全部破壊するけどいい。あなたのバック乙女か。あ乙女はガルドニクスだった。まあ、いっか最強だ。で後ろ破壊しようとりあえず。あでも乙女の方が無効できるのかガネーシャ強すぎるだろあ摂理ね。はい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 。なるほど摂理、オッケー。摂理されるときついが、ガネーシャはね、あの墓地から無効化できる能力持ってるんで、まあ、しかも効果差あるし、大丈夫でしょう。バトルフェーズ入ろう。で、こっちからですね。さあ、モンスター効果を使う。はい、ガネーシャに無効。おい、無限に強いぞ。なんであのガネーシャとかいう像。この像強すぎ。やばい、この像。この像ガチでやばいわ。やっぱり、やってること。いやこの像最強でしょこの像最強でしょこれ。あーなるほど。こういう場合はもうほんとビールにお助けビールで耐久すればいいだけですから。ディスティードロード結構相性いいと思うんですよね。ソニックバード、はいはい。なんだろうこれ。コート儀式、マジシャンオブカオスかな。
マジシャンオブカオスっぽい感じするけど、黒の魔導陣、あー強そうだな。それ儀式される、はいはいはい、やばい、これ儀式時期ブラマジだ。いやこれ初手陣ナビだけマジでやめてほしい。それは勝てない、誰も、それは誰も勝てない、やめて。ちょっとあー光るんすか、なるほど、光るんすね、光るんすか、なるほど。いやこれ孤島モンスター効果無効にする必要あんのかな、これ孤島で持ってきた方がいいのかな。いやベイルいるしいいか、別にベイルいるしいいわ、耐久するわベイルで、ベイルの強さ見せるわ。あー強え、あベイルいるから多分なんとかなる、任せろ、このベイルの強さ見せてるわ。オーケー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 、あロットなの、ロットの方ね。で手札が高等儀式が、了解了解了解。で俺の効果さえやられたと、いいだろう、相手にとってクソがない、バトル、それもそれは一発受ける、それはもういい、受ける、それも受ける。そして戦闘ダメージを受けた場合、バージングダックラービールの効果を発動、このモンスターはライフを回復しながら特殊召喚することができる、最強だぜこれで、で俺は何持ってればいいんだ、デステリードロー、ガルドニクスか、さすがにガルドニクスか、ガルドニクスを手札に加えるぜ。そして炎王の孤島の効果を発動、さあどうする、無効にするか、ナビゲートで、ナビゲート、何さあなかなかやるじゃねえかもう一回ベール耐久だもう一回ベール耐久だ、無効やってるから、これってさ効果で破壊してますよね、そうですよね、じゃあこれは短縮ですね。さあどうする、高等儀式が、でも今出せないもんなモンスター。さあ殴ってこいよ、どうした、ビビってんのか。でも次殴られたらベイルを、やばい、強すぎるって、ふざけんなよ。あーしょうがないか、しょうがないですね、これ非常にしょうがない、非常にしょうがない、高等級強すぎる強すぎない、やってることおかしいだろいやいや無理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 、全然無理一応耐久するわバーニングだったらベイルの効果を発動、よしライフは残ったぞ、ライフは残った耐えろ無理だ、でも無理だ、無理だ、もう無理だ、なんでも無効にされてしまう、あうわーうわナビゲートいいだろうちくしょーちくしょー、バーニングダックラーベイルを召喚、バトル対戦ありがとうございました